はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、榊優也です。さあ本日なんですが、史上最強カードエンタメイト五行の魔術師というモンスターを皆さんご存知でしょうか。こちらですね、超獣武者が実装されましてですね、もう超獣武者実装された翌日に龍実況チャンネルがラビルスにぶち込んでドヤ顔していたと言われているね、最強のカードなんですけども、これ普通に超獣武者環境じゃなくてもなんか魔法トラップカードが、結構その少ないデッキ相手にはめちゃくちゃ強くて、これどういうことを持ってるかっていうと、自分は、お互いは自身の魔法トラップゾーンにセットされてるカードの数によって、0枚しかセットされてないと攻撃できないし効果できないっていうね、この強烈な縛りが入るんですよ。で、このカードを発動することによって、その相手がまず魔法トラップカードをセットしなければ、モンスターの効果も発動できなくさせる、スキルドレイン的な状態になる。でさらにこのカードすごいセットさせる方法がめちゃくちゃいっぱいあって、ラビレスだったらその家具でぶん投げる、家具でこの五行の魔術師を切るっていう方法と、あとねもう一個ね、これね、ちょっとそろそろ規制かかるんじゃないかと言われてるんですけど、この楽園融合、楽園デッキ、これは楽園融合によってそのいろんな場所から、デッキから出るから、五行の魔術師を墓地に落とせるんですけど、これカード結構セットできるじゃないですか、楽園って。例えば、アルビオンの効果とか、起源で切ったりね、そういうことできるし、こういう効果で、バリバリに、カードをエンドフェイズとかにセットすることができるんですけど、そうセットするとされるとカードが、この五行の魔術師っていうカードが、戻ってくるんですよ、墓地から。墓地に存在していて、自分のフィールドに魔法トラップカードをセットされたら、墓地のこのカードを自分の P ゾーンに置けるよという効果がありまして、これがね、やっぱね、ラビリンスとか、楽園とかと相性が良くて、で、今、このカード結構強いらしくて、割とランクマやってると結構飛んでくるなっていう体感。はい。ということで、この6でもねえね、榊優也最強カード、これ使っていこうと思ってます。やっぱり、1個言えることやっぱり榊優也っていうやつはね、6でもない。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。なあ、鬼事故り散らかした。鬼事故り散らかした、助けて。積んでくれ。頼む、積んでくれ。これで積め、これで積め、積め。五行発動してセットやるとやばいな。世界一短いだろ俺これ。遊戯王マスターデュエル史上世界一短が短い男来ました。五行の魔術師はちなみに相手もカードをセットしないとモンスターの効果使えませんでね。あっ、積んでる、やばい、なんか積んでるぞ相手、マジか。え、これ超人武者ですか、あなた、もしかして。でも一応初動は来たけども、スプリガンズ設計キット召喚効果、僕はカードセットしてるんでね。いや言うてば、ちょっと墓の裏らちょっと殺害したいから欲しいなと思ってたんだけど、別にこれ抜いてもいいな。なんか増人は重くないしな、別にな。え、マジ勝ったんだけど、マジ五行ハールだけで勝ったんだけど、これが覇王色か。あー、なるほど、龍一ですね。なるほど、龍一ですね。黒五竜アルビオン君の効果から使ってもよろしいか。黒五竜アルビオン君の効果を使い、これなんかすげえ引いちゃいけないけど、めっちゃ引いてない俺、大丈夫俺。これさ、待って、メルクーリエ、メルクーリエはいいけど、言うて手札来ても強く使えるから、なんか普通にさ、これ刺激引いてるの結構キモくない。あ、でも融合兵で融合したいんですよ、これ。ちょっと一回これで、なんですか、うららかじいか、なんかありますね、これね、多分ね。では、とりあえず、ちょっと封印の黄金室を発動しても意味ねえわ、これやべえ。ちょっと待って、やべえ、除外したいカード両方とも引いてんねんけど、マジ。やばいやばいやばい、やばい、やばいこと来た。ガチでやばいこと来てる。え、これなんだろうな、これ。これ、うららなんじゃねえかな。チェーン的にこれなんかうららっぽい気するよね。うららだよな。ちょっとカルテシア効果使ってグランギニョル出しましょうと、まず。はい、カルテシアと悲劇ですね。悲劇でグランギ出します。まずどこでもいいな。はい、で効果発動で、効果発動、うららか。
うららなんですよね、これね。まあ、うららケアのために一応、初手で落としときましたけどね、アルバスを。まあ、サロニールでいいわな。で、デスピアン効果でアレベルを手札に加えるわな。で、サロニ効果発動するわな。これどうしようかな。まあ、ちょ、楽園融合打ちたいけど、多分、うららなんですよね。ってことはですよ。これ、分かっちゃったかもしれません、私。これ、あの、楽園デッキのね、うららケア方法をちょっとお見せしましょう。アレベル召喚で効果発動。で、これ多分楽園融合持ってくるだなって相手思ってるんですよね。残念でしたー。白の楽園でーす。この最強カードで、相手のうららの打ちどころを完全に消すというね、まあ、そういったプリング、これ大事ね。で、白の楽園発動して、これ、アルバスを融合したんですよ、墓地のカードもいけるんで。ちょっとルベリオンをね、使いたいところではあったんですけども、まあ、さすがにね、アルベリオン、アルビオンか。闇の方のアルビオンを使いたいところではあったんですが、残念ながら、もうちょっと封印のゴーストとかいうゴミカードいらん。このクソカードいらんやろ、これ。まあ、一応ね、ちなみに、メルカリエいるんで、アルバスの楽園融合体がいると、交換無効で一回できるんで、まあ、それは普通に強いかな、という気がしておりますな。はい。ミラジーダー出していく。はい、うらら腐っちゃったね。大丈夫かな、まあ、とりあえずこれでんのかな。もうちょっと展開伸ばせた気もしないでもないが、まあ、白の楽園でうららケアするんだったらこんな感じなんじゃねえなっていう気はしますね。はい、まあ、一応メルクーリエグランギによるぐらいかな今の。ちょっとクレーム召喚とか強かったかな。ちょっとね、あんまね、ちょ、楽園ってなんかさ、展開方法なんかあり無限にありすぎてわからないんだよな。もう、あ、超事務者だ、なるほど。超獣ムーシュー、超獣ムーシュー、はい、大パーチ、大パーチはいいよ。オッケー、権限坂君、不動のデュエル見せてくれよ。まあ、俺はめちゃくちゃ動くけどよろしくな。誘導のデュエル見せてくれ、誘導のデュエル。不動の逆って誘導、ちょ、わかんねえ。なんか前はね、ふざけて激動優勢とか言ってましたよね。不動優勢じゃなくて、なんかめっちゃ動くから。これ除外じゃね、これ除外だろ、これ。装備されなかったらフィールドから墓地行ったことになんないからさ。多分除外なんだよな。まあ、ちょっとアルバスいねえから、アルビオン送って、アルバスいたらね、リンドブルムっていうね、選択肢もあるんですけどね。で、ミラジェイダーの効果によって、大パチ墓地送ると岩投手墓地送られると、よし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 。オッケー。で、消火器使った。ここがあるの若牛から。まあ、言うてたもんね、うわー、つえーさすがに強ない、それマジか。高校時のね、天秤マジ強いんだよな。ちょっと待って、もうどっちにしても無効にするしかないもんな、これ多分。どっちにしてもだな、ちょ、どっちにしてもだわ。どっちにしてもカカシエの効果もあるんで、どっかで無効にしなきゃいけないんで、まあ、普通に手札が1枚減るんでね、まあ、なんでカカシエの方がいいかなという判断。はい、で天秤でかかしい、かかしいでするの動きだよな、多分な。で、あとグランギニョルで頑張るしかないんだよな。グランギニョルがちょっと一応今回はルルワリリスが入ってませんので、いや、ルルワリリス入れた方がいいのかな。ちょ、マジでエクストラもわからん、このデッキ。はい、やべえ、貫通されそうです。お知らせ、貫通されそうです。はい、やっぱこれキーカードのとこにぶち抜いていった方がいいかも。かかし岩投資、なんか2回目の岩投資とかにぶち込んだ方がいいのかな、ちょっとわかんないっす。グランギニョルの効果は、まあ、一応出しといて、まあ、ワンキルは取れませんよの構えしといた方がいいんじゃないですかね。クエリティス君出していく。で、クエリティスはクエリティス強いから、普通に。このカード。これ打点を全部ゼロにするよっていう効果があるんですけど、これで無効にして赤いするみたいな効果で出てきたとしたら、クエリティスの、まあ、2番の効果によって、デスペアモンスターかアルバスも出せるんで、そうするとアルバスが特殊召喚されて、なんか相手のモンスター吸収できるとかあるからね。なんでクエリティスはクエリティスで非常に強いというところで、カカシエ2体目、そのカカシエ2体目のそこの場所めっちゃ邪魔するわけよね。だからね、長寿物質を使ってる人皆さん、左側に出す方がいいと思います、個人的には。これなんでかっていうと、そのカカシエの2体目のリンク先がさ、左側に向いてるからさ、だからさ、真ん中にカカシー置いちゃうとさ、なんかその、ま、あの何、カカシー邪魔じゃん。左側に置いた方がいいと思うんだよね、カカシーって。はい。
まあ、なことはどうでもいいぐらいのレベルで貫通されとです。はい。若牛行こうか。強すぎだろ。強すぎだろ。五光。いや、この対面だろ、五光マジで。五光、この対面やったわ、マジで。もう、もう裏ラ持ってたからな、多分あれ。さっき、カカシで捨ててたんですけど、カカシでね、捨てれた、あのカード、裏ラやったから、多分ね、裏ラずっと持ってたんでね。なんか、楽園融合は通んなかったから、まあ、しょうがないんだよね。裏ラは。楽園融合が通ってる場合は、ちなみに、五光をね、落として、で、融合してみたいな動きできるんで、まあ、強いんですけど、普通に。いや、これバカ動かれとるな、これバカ動かれとる。これちょっとペンダの召喚までしてくるタイプだもんね、これね、多分ね。スターダストドラゴン、はい、どうぞ。いやー、きついな。クエレティスの、まあ、あの、打点をゼロにする妨害と、あと、ミラジェイドの全部っ破する妨害が入、あるんで、まだ一応ね。まあ、ちょっと浮き身なんですけど、まあ、それがあるんで、なんとか耐えれてると思いたい。ワンキルされたらやばい、普通に。ワンキルされることはなんかクエリスがあるとあんまないんですけどね、基本的には。で、バロネス出てから無効系の妨害を構えられてみたいな感じなんで、はい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 、いいでしょう。まあ、バロネスはね、クエリティス君の効果がかなり使いづらいと思うんで、相手目線。いや、これは、うわー、レギュラスもいんの、マジやばいな。さすがにやばいか。強、装備するカード装備するカード強っ。あー、きついなかこれ。レギュラス二無効ね。展開貫通して二無効&岩投手ね。バロネスね、破壊ね。はいはい、こっちのカードじゃないのね。なるほど。まあ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 、いいでしょう。で、岩投手効果、装備されてたんで、フィールドから墓地を変えたことになって、サーチ入る。ペンデラム賞が残ってるのマジ終わってないかも、デッキ。ペンデラム賞が残ってるのマジかよ。やばいだろ。さすがに負けたか。さすがに負けか。ちょっと待ってくれ。岩通し、岩通し、若牛は若くないか。え、なんだこれ。あー、ワスラオか、なるほど。で、岩通し2回発動ね。まあ、多分2回連続攻撃するやつは多分持ってこられるよね。岩通し。まあ、一応クエリティスの効果あるから、クエリティスの効果使って、クエリティスなんかクエリティスなんかちょっとわかんねえな。発音が。ちょっと発音がわかりません。コナミ君、教えてください。2連打加えられるよね。40002連打しょ。で、攻撃力下げるのあんま意味ないと。マスラオ。バカやべえこと起きてんの、これ。これで、40002連打で3000に1800か。まあ、一応、多分クエリティス発動したら、なんかどっちか使ってくれるから、レギュラスか、バロネスか。まあ、だから、まあ、バロネス使ってくれたら、アルバス出てくるんだけど、アルバス出させて、それをレギュラスで向こうみたいなことされると、ちょっとそれはそれきついな。まあでもそうすると、あれか、ミラジェイドの全部取るか。多分これだからレギュラスで、そうだよね。レギュラスで無効にするしかない。はい。なるほど。で、戦闘で破壊するしかないもんね、クエリティスを。はい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 。いいでしょう。クエリティスはね、戦闘で破壊されてもリクルート入んないんですけども。殴る殴る。やばい、2200。1000。いや、でもワンキル取れない、これ。ワンキルは取れない、多分。お、やった。あ、なんかチェーン順で隠せる。やった。これバロネス君の効果無効にしますよ。アルベル君の効果チェーン2で発動してるんで、チェーン1のミラジェンド通りますよ。まあ、ちょっとマスラオの全部っぱするとき耐えるみたいな効果あるんで、まあ、それがちょっと耐久力は出てくるんですけど。で、フルルドバロネスの効果発動します。よし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 。アルベルいいぞ。よく頑張ったアルベル。てか相手を殴る順番間違えてんの、あれ。多分ミラジェで殴ってから無効にしてアルベルだったと思うね、多分ね。うん。で、クエリティス破壊される。いや、全面処理。全面処理やば。まあ、ただ、俺たちにはまだ、残っている。こいつらが。ミラジェでの全部無効か。まあ、マスターが超常者、身代わりになるんで。
でカルテ効果発動で戻ってくる、でアルビオン効果、いやこれさすがに楽園融合か、さすがにだよな、もう売らねえだろさすがに。いやでもこっから、こっから行くしかねえだろ俺は、こっから見せるしかねえ。なるほど、これさ、まあ、とりあえずクエムは召喚するわな、まあ、チェーンあるかとか見るわ、あねえわ、なるほどチェーンねえんだ、おチェーンなしでかくね、これさ、え分かった、ここで五行なんじゃね、これ分かっちゃったかもしんないこれ、アルティメット分からせモンスター出して光属性魔法使いとかプラスアルバスの楽園で融合召喚、現れを深淵竜アルビアン、そしてクエムの効果発動で、ミラジェイダーを蘇生してリターンオブミラジェイド爆弾マスラオ効果、あそうかワンドロー、あじゃあツードローか、ツードローうざい、まあ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 強い、いいでしょう。でクエムちゃん効果、うわっ飛天竜ミラジェイド爆弾強くね、え、てかなんかこれワン、なんならワンキル取れるんじゃねこれワンキル取れるのではもはやこれな、なんかまあでも4000の壁あるけど、まあ、ちょミラジェイドで吹き飛ばした、まあ、でも戦闘ダメージ0とか無理か、戦闘ダメージ0万いるから、カルテシア出しに行くか、1500、3500、3300、6700、7500、あじゃいやちょっと足んねえな、ちょっと足んねえよな、あ増 G か、なるほどいいだろう、オッケーオッケーオッケー、増 G はオッケー、はい、まあ、ちょっとあと2ビルが引かれるパターンあるんでちょっとそれだけ注意ですね、バトルフェーズで効果発動、ちょっと待って、アルビオンで除外いや返せんだなこの時ちゃんと、すげえなマジで、楽園とか言うデッキこれマジやばいな、強すぎだろ、いやちょっと時間ない、時間すぎて笑ったな、時間なすぎて笑った、いやもうでもこれ5個セットしてるから無理だろセット、はい、あと多分ね腕組ん時は多分死んでると思う、相手勝手に5個きすぎていやー強えなこのデッキマジで、使いこなせてはないけど、使いこなせてないけど、これいや強っ、これあれだ多分ね、これね俺が強いんじゃなくてこれデッキが強い、いやこのデッキ構築わからん、構築わからん、できることが多すぎて構築がわからん、定まんなくなってきた、リブロマンサーファイル、何めちゃくちゃ懐かしいな、リブロマンサーオリジン実装されたはいいもののマジで誰も使ってないと言われてる全然誰一人合わなかったけど、オリジン実装されてからリブロマンサー、なんかマスターデュエルってさ、なんかさカード実装するのはいいけど使うってことないからマジでさ見向きもされないカードめっちゃあるよね、普段なんかその OCG とかだったら多分結構フリー対戦コーナーとか友達とのデュエルとか結構やりやすいと思うからさ、なんかこういうカードもね結構日の目が当たることあると思うんですけど、マスターデュエルってマジでランクマと DC しかほとんどないと言っても過言じゃないからさ、フリー対戦死んでる、まあ、ルーム機能も一応あるけどそんななんかそのレベルを合わせる意思疎通はできない、だからまあコミュニティがあれば、なんかうちの例えばさあの幹部会とかだと、まあ、そのコミュニティみたいなのがあってそこで対戦するとかできるんですけど、なんか普通の人そんなのもなんかないじゃないですか、その一般的にはランクマと DC だけだから、なんかこういうカード活躍、えバリティルーラやばいことしない、あこのカードがモンスターゾーンに存在する限り相手はモンスターを特殊召喚できない、キメイブと書いてんな、え終わったのでは終わったのでは、いや、オは終わりでは、いや何もできんがやばいだろ、ちょマジでさ、ちょっと待って待って、いやー、うららとかいうカード持ってた、
藤原とかいうカード持ってた、墓穴セットするんじゃなかった、まあでも普通に無理だね。うらら通っ、うららなくてアルビオン通ってたとして何セットすんねんもんだろうな。楽園の獣だって打てないでしょ、儀式の準備。はい、え無理じゃないこれ。バニピルラーとかいうカードどういうこと。いやでも召喚権を使わずにモンスターをいっぱい並べつつ天使族サーチできるっていうシナジーをちゃんと生かしてんのかこのデッキは。強いな普通に。まあでも俺もクリスティア入れてたからリブロマンサーデッキ組むとき多分ね同罪